こんにちは、ギター講師の三宅です。今回の動画からまずは初心者のためのギターレッスンということでいくつか動画を上げていきたいと思います。最初の1回目はギターの構え方、チューニング、ピックの持ち方ですね。大きくその3つに分けて解説していきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは最初にギターの持ち方について解説していきます。アコギの場合はですね、というかギターの場合大体まあエレキでもそうですけれども、こういうところにくぼみができてますので、くびれっていうんですかね、このギターの下側のくびれを右のももの上に置きます。右のももの上に置いたら、そのまま付け根、ももの付け根まで引き寄せます。こんな状態ですね。今ももに引き寄せたら、今度は右手をギターのこの丸くなったところですね、ここのちょっとこの辺、ちょっとカーブ下に曲がるぐらいのところから、こういう感じで、で肘をですね、ここにちょうど当てる感じですね。こういう感じです。はい、あんまり肘が下に行ったり、こういう感じにならないようにしてください。若干こうやってやる人いますよね。ここにこう置いてもらったら、さっきここギターと体に隙間がありますので、自分とギターの間に隙間ができてますので、これをなくすために右手を自分の方に引き寄せます。そうするとここに隙間がなくなります。で若干ギターがちょっとこう立ってるよりちょっとこう斜めになるんですけど、まあ、これはいいと思います。で自分の体をこうやればギターが立ちますね。なのでこうちょっと背もたれにこうもたれかかればギターが出る、こういう感じ。まあ、これはどちらでもいいですね。下側が前に出てるとこうかなり寝ちゃいますので、これはあんまりよろしくありませんので、付け根まで引き寄せて、引きつけて、この状態ですね。でこの状態で左手を外してもらった時にギターが安定していれば OK です。例えばこうなったりとか、あるいはちょっと不安定になったりするのはよろしくないので、ちゃんと自分に体にくっつけて、このこことここの、力というか、押し付けている力でギターが安定していることですね。多少こう動くことはありますけど、まあ、こういう状態でこれならば OK です。はい、ギターのピックですね。大きく分けて左側、まあ、おにぎり型ってよく言うんですけれども、これは一般的で、右側がティアドロップ型と言います。他にもちょっと違う形があるんですが、代表的なものがこの2つです。どちらを使われるかは個人の好みということですね。あとピックの硬さがいろいろあるんですけれども、これさっきのおにぎりくん、おにぎり型、これちょっと曲げてみますとこんな感じで、これペラペラです。で一番薄いピックですね。薄いっていうのは柔らかいので、初心者の方はこういうピックを使った方が最初はいいと思います。弾いた時に抵抗があんまりないので、こうやって弾いた時に、これは硬いとね、ちょっと弾きにくいので、ティアドロップ涙型も一緒ですね。まあ形はどちらでもいいと思うんですけども、硬さを初心者の方はこれぐらいで。ちなみにさっきの、これちょっとさっきのやつよりちょっと硬いです。ちょっとね、かなり硬いですね。まあこっちが弾きやすい方は最初からこれ試してもらってもいいですけど、とりあえずはこれのさっきの柔らかいぐらいのやつがいいんじゃないかなと思います。はい、続きまして、ピックの持ち方について説明します。右手人差し指を曲げてもらって、この側面ですね、側面にピックをこういう感じで置きます。であと親指を添えて握ってもらう感じですね。ちょっと人差し指下行ってもいいですね。こういう感じですかね。よで弦がこうあるとこういうふうに弾くイメージ、弦に対して垂直になる感じですかね。この尖ってるところは、これちょっと例えばこう斜めになってると、尖ってるところはちょっと垂直に当たらないので、
こっちもダメですね。こうか。こういうふうに。です。エアドロップも一緒ですね。同じように。こういうふうに。で、これも同じように。これも横に向いてたりすると、鋭いところが弦に対して垂直に当たらないので、こういうイメージですね。こうかな。こうですね。こうやって弾くイメージ。はい。これがピックの持ち方です。続きまして、ギターチューニングの仕方ですね。チューナーはいろいろなメーカーさんが出してて、いろいろな種類がありますので、私が使っているのはこのモーリスさんのチューナーですが、これは非常に見やすくて分かりやすいので、ちょっとこれ使ってるんですけども、これをちょっと説明しますね。で、お持ちのチューナーがまあこんな感じじゃないっていう場合、ちょっとあまり参考にならないのかもしれないんですけども、一応説明をしていきます。上にあるボタン、左側ですね、このモードっていう、このボタンを押していくと、まあ、これ電源スイッチなんです。長押しすると電源切れます。で、押していくと電源が入ります。で、これちょっと押していくと、こうですね、下のアルファベットが変わっていくのが見えると思うんですけれども、これは合わせる楽器によってこのモードを切り替えていくんですけれども、ギターの場合は文字通り G ですね。これベースです。これバイオリンですね。という感じで、なので合わせる楽器によってこうモードを変えてってもらって、で、ベースですね。それから真ん中、隣のフラットっていうのは、これは半音下げてチューニングしたいときに、この真ん中辺の上にちょっとフラットがこう出てますね。これ半音下げて、これ半音と半音なので、1音。これは最初使いませんので、まあ、これ出てたらまずいので、出てないことを確認してください。それからこれピッチ。ピッチはそのちょうど右の上に数字がありますね。これを押していくと上がっていきます。で、50まで行くとストーンと30まで下がります。で、いくつに合わせるかと言いますと440です。ポップス系は440ですね。クラシック系は442Hz、周波数ですね。なので、これ、周波数を上げてって、これでチューニングをすると、これ音が上がってってしまいますので、これも、真ん中のフラット出てないことを確認して、440でセッティングしてください。なので、フラットが出てないこと、440、あと G ですね、ギターの G、この状態で合わせていきます。はい。もう、チューニングは合わせてしまってるので、まあ、合ってるんですけども、一番下がですね、これ1弦、一番細い弦1弦と言います。で、今、緑でこれもう合ってる状態なんですね。で、1弦で、今こう消えましたね。緑になると緑で 1E っていうのが出ます。これは1弦で E の音、この状態で合ってるってことです。まあ E っていうのはミの音なんですけれども、まあそれはまあ後ほどまた解説をしていこうと思いますが、とりあえずこれが合ってます。この音ですね。これ一番下の音。続いて2弦、下から2つ目。ちょっと低いですね。2B ですね。ちょっと、いいですね。から3弦 3G。4弦、下から4つ目 4D。5弦 5A、 一番上 6E、 ちょっと一番上が回しやすいので、この状態ですとちょっと体勢的にですね、下の方回しにくいので、
でこれ今はですね、このペグ、これですね、これを時計と同じ方向に回すと音が下がりますので、ちょうどバーが今下に行ってるんですね。こう下がりますね。で今度時計と反対の方向に回していくと音が上がっていきます。でこの辺だったらちょっとゆっくり回しながら、もう終わっちゃいましたね。これ上がってきますね。若干ちょっと反応が遅いので、音が、こういうふうに行き過ぎてしまったら一回下に下ろしてもらって、下ろすというのはチューニング音を下げてもらってですね、この状態からもう一回合わせてもらう方が、弦のたわみとか、まあ、これもちょっと解説できる時にしていきますが、まあいいですけどね、とりあえず合わせてもらえばいいです。これですね、もう一回下からちょっと音だけ鳴らしておきます。まあ、この音に合わせてくださいということですね。これが一番下ですね。下から2つ目2弦3弦4弦5弦6弦という感じです。はい、そして、そのチューニングですね、実際にどういうフォームでというか、どういう構えでというか、チューニングをするのかというと、まあこう寝せた状態でやる人もいますが、まあ、一般的な話をちょっとしますと、チューニングチューナーは、このギターのですね、頭、これヘッドって言うんですけども、このこういう感じでつけて、このギター表示するところを自分が見やすいところにつけて、例えば下につけちゃうと、まあ、こう回してもらえればいいんですけど、ちょっと上の方につけてもらって、この表示画面が自分から見やすいところにつけてください。でこれでスイッチを入れてもらって、一本一本当然チューニングしていくわけですけども、ピックを使ってもらってもいいですし、親指とかでこうやって、でピックを使うって結構一本だけ弾くっていうのはちょっと慣れないと難しいと思いますので、親指とかでこう弾いてって、まあ、親指の場合は上からこう音を出しながら低ければ、上の3と3つのペグの場合は、時計と上から見てですね、時計と反対方向に回せば音程が上がっていきます。時計と同じ方向に回せば音程が下がりますので、それを回しながらチューナーを見ながら合わせていっていただく。これも一緒ですね。で今度こっちはどうかというと、今度逆になりますので、ちょっと一番下でやりましょうか。時計と同じ方向に回すと、今度は音が上がります。で時計と反対方向だと、こっちからですね、こっちから見て時計と反対方向だと音は下がりますので、こっちとは逆になりますので、そこを注意しておいてください。こういう感じでですね。こういう感じで合わせていってください。で例えばここあったと思ってすぐ上やると、この音が一番下が鳴ってる途中で上の音を鳴らすと2本同時音が鳴ってるので、チューナーとしてはどっちなんだっけっていう感じで、ちょっと正確な表示がされないので、下が合いましたただ一回音を止めてもらってから1個上の弦をチューニングしてもらう。
ということですね。まあスタイルとしてはこういうスタイルが一番いいと思います。でこれを全部チューニングができたら切って引き出すという感じですね。でいいです。でチューニングは気温とか湿度でギターのチューニングは変わってしまいますので、練習する前には必ず、一通り全部チューニングをしていただく。でなんか音がおかしいなと思ったらその都度まあチューニングをしていただくという感じですね。それが理想的です。チューナータイプによってはここから外したと同時に電源が切れる、つけたと同時に電源が入るっていうチューナーもあります。まあ、そういうのはいいんですけれども、ここにボタン式のやつですね、僕が使ってるようなやつはつけっぱなしにしておくと電池がすぐなくなってしまいますので、チューニングが終わったら電源を切っておいてください。チューナーをここにつけっぱなしで、ギターの練習をしてもらう分にはいいです。ただ電源がつけっぱなしは良くないので電源は必ず切ってください。はい、ということで今回は、ギターの構え方、それからチューニングの仕方、ピックの持ち方、大きくその3つを解説していきました。もっと細かいことを言えば、まあいろいろあるんですけれども、もし、不明な点とかありましたら、まあコメント欄に質問でも結構ですので、書き込んでいただければと思います。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回はですね、簡単なコードからちょっと弾き方を解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。